はーい、皆様どうも、マフロです。はい、今日はですね、ここ、ステージ4、THV 研究センター行ってみようと思います。はい、この側面ですね、こういうふうに、ここから侵入することができます。登っていってと。風車の近くなんでね、風車開放してる方は近いと思います。それでは行ってみましょう。まあ、以前やったところと似たような感じなのかな。 HIV、あそこなんて、なんとかセンター、研究センターでしたよね。このスタブなんですけどね、これナイフって特別なものがいると思ってたんですけど、普通に投げナイフでしたね。ちょっと急ぎますね。前はちょっと一重では攻略できなかったんで。これが欲しい。よし、で、ここ入ってきたところだな。お、ちょっとびっくりしたね、これ。どっから湧いて出た。ちょっと急がなきゃね。地下3階まで行かなきゃ。もうこいつさん燃やしちゃいましょう。燃え切らなかったやつは蹴り飛ばします。おお、こいつはすごい、むっちゃ残ってる。ただいいもん持ってないんだよな、まだいるわ。もうろくなもん持ってないからほっとこう。紫だけ取りたいな。で、出口を探す。内側から鍵に。これはどこから行くかな。こっちか。うわ、燃えてちょうだい。行き過ぎだろう。おとなしく燃えとけや。違うから。ここどうやって入るんだ。あ、ここか。あ、こじ開けれる。
で一つ目のインヒビターゲットでございます。開けとこ一応。これであとは出るだけだな。青は欲しい。これは出口なので、下降ります。でここでちょっと免疫回復しときましょうかね。ああ、どうせならゾンビ投げてからの方がいいか。あ、スカッタスカッタ。こういう風にも使えますんで、UV は使えます。自分の免疫も最大になります。おすすめにもいる。あ、いっぱい来た。まずいまずい。音を駆けつけていっぱい来やがった。欠点といえばこの燃えてるとき何もできない。自分も燃えちゃうから下手したら。いっぱいいるなぁ、ほんま。どんだけワンサがいる。やばい、こいつ当たんない。あ、使った。燃えとけっしょ。荒ぶったやつ。あっ、なんか変なのが入った。ちょっと変なのが入っちゃった。なかなか強いんだよな。さすが4のやつ。数も多いし、なかなか強いんで、ちょっと強くなってから来ることをお勧めします。あれ、ここ入ってきたとこか。よし、2つ目ゲート。さすがにもう体力を上げておいた方が。いつもの発作ですね。
遊んでる場合じゃない。ちょっと急ぎます。うわー、でっかいのいたな今。嫌なもん見てもった。あいつ自身はダメじゃないけど、ここは弓を使うか。てんのかな、体力減ってるけど。違う違う、中央からかこっちか。よし、はい、これで攻略完了ですね。急いだ甲斐があった。あとは時間の限りアイテムを回収しましょう。ろくなもん持ってねえな、こいつ。
ゾンビの音してるな。開けれないのか。もんですかね。はい、それでは出ましょう。出たらいきなりこいつがいる。邪魔。場所はここですね。はい、ここに出ました。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。